こんにちは、マルオです。沖縄生まれ沖縄育ちのアラフィフ。日々に起こるいろんな出来事をお届けしております。今日は宜野湾市宜野湾にあるハラカラの塔を参拝したいと思います。普天間基地の南側にあります。沖縄国際大学の裏の道路ですね。有名なキングタコスも近いです。現在、宜野湾市上山の住宅街を走行中。先ほどまで上山の塔を参拝しておりました。目の前の普天間基地沿いの道路を南下すれば見つかるはずです。そういえば学生の頃はキングタコスによく行ってました。あまり思い出したくない記憶が一つだけありますので披露します。ある商品を注文して出来上がるのを待ってました。店内は出来上がるのを待つ客が4から5人はいたと思います。しばらくしてやっと私の料理が完成し、お店の人からコールされました。タコス2個とチキン3個のお客様。番号や名前ではなく料理の種類と個数での呼び出しでした。おっと、話の途中ですが、ハラカラの塔の近くまで来たようです。通り過ぎてしまったようなので、近くをぐるっと回ってきたいと思います。さっきのキングタコスの話の続きを聞いてください。タコス2個とチキン3個のお客様と私が頼んだ料理が呼ばれたので、座って待ってた私は立ち上がり、料理を渡す場所へと歩き出しました。すると、別のお客さんが私よりも先に料理を渡す場所に到着して、なんと、その料理を受け取って店の外へ出て行ってしまいました。私は一瞬、何が起こったのか理解できず、固まってしまいました。その料理、俺のだと思うけど。頭ではそう言ってるのですが、固まって声に出ませんでした。状況的には、注文もしていないのに、持って行ったとは考えにくいです。おそらく、私と全く同じ料理と数を注文していたのでしょう。意外に早かったなと思いながら商品を受け取ったのだと思います。それ俺のだからと頭で思ってても声に出てきません。店内にはまた静けさが戻ってきました。順番は飛ばされてしまったけど、待ってれば私の順番が来るはず、そう思いながら待ってましたが、呼ばれない可能性もあるので、気が気じゃない時間が流れていました。気持ち的には1時間くらい過ぎた後、無事に私の注文した料理が呼ばれました。お店の人は料理を手渡しながら私の顔を見て、さっきの人よりこの人が先だったな、ミスったという顔をしていました。そのことがあって整理番号が導入されたとさ、想像です。さて、ルートは沖縄国際大学の正面の通りに差し掛かりました。キングタコス以外にもタンポポ食堂やパブロなど、何度も食べに来ました。学生時代の良い思い出ですね。たんぽぽ食堂は食べきれないほどてんこ盛りのカツ丼が有名で、大学のサークルでは先輩から後輩へカツ丼おごるよと言って注文し、運ばれてきたカツ丼を後輩が見て驚くのを見て楽しむのが通例でした。みんな大丈夫っすと言いながら痩せ我慢しながら食べてましたね。もう少し先に行くとキングタコスですが、路地裏から慰霊碑に向かいます。今回の慰霊碑原からの塔のあるエリアはマータク堂と呼ばれる広場だそうです。かつては闘牛場として使われてた場所とのことです。マータク堂という言葉の語源は見つけられませんでした。孟宗竹のことを方言でマータクというらしいので、孟宗竹だよの方言でマータク堂になったのかもしれません。そのエリアに孟宗竹が生えてたら可能性は高くなりますね。裏道をひたすら走っておりますが、そろそろ慰霊碑のエリアに到着します。慰霊碑付近がどのような感じなのか分かっておりません。近くまで行って分からなければどこかに駐車して歩いて探します。この辺りは道幅も狭いので路中は厳しいですね。この辺りなんですが、やはり簡単に見つけるのは難しいようです。迷惑にならない場所に駐車して歩いて探したいと思います。この交差点をまっすぐ行くと普天間基地です。行ったことがない場所ですが、どんな感じなのか行ってみます。米軍基地のフェンスが物々しいですね。路駐してる車が多数ありますね。しばらく止めてても大丈夫でしょう。運転手も残してるので心配ありません。まずは道路沿いを調べてみます。この木々の辺りですね。ありました。おそらく原からの塔でしょう。意外とすぐに見つかりました。慰霊碑は目の前にあるのですが、入り口が見当たりません。入り口は反対側かもしれないので、ぐるっと回ってみたいと思います。ここまで来て、こんな落とし穴があるとは思いませんでした。慰霊碑自体は見つけられたので、あとは時間の問題です。大きく迂回してきましたが、ここをまっすぐ行けば着くはずです。それらしい広場が見えてきました。マータク堂という石碑とその先に広場があります。フェンスがあって入れませんが、できるだけ近くまで行きましょう。少し遠いですが原からの塔です。到着まで時間がかかった割に参拝が一瞬で申し訳ないです。マータク堂の石碑も調べてみます。裏側も見てみたいのですが、広場からじゃないと見れません。無理やりですが、カメラを逆さにして映してみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。